サイトを上げてれば取材が来るのかって話なんです。これはあくまでも受け皿の話、受け皿がないとなる。それから後でも説明しますけど、新聞記者がプレスリリースが来た、必ず裏は取りますよ。それは裏取らないで取材して誤報だったっつったらもう一生そのね左遷されますから、うん、会社にお詫び訂正出してね、大変なことになる。朝日でなので裏を取る、裏を取り方っていうのはまずウェブサイトは点検します。それから過去記事を見るんです。過去にあので記事データベースっていうのがある。皆さんはあまり使ったことないでしょうけど、記事データベースに上がるっていうことが後で大切になってます。だから最初のマスコミ投書を頑張りましょうねって僕は言ってる。1回目のマスコミ投書が出たらそれは後々2回3回ってなるということになる。それはさっきのねこの人員削減とも関係してないんです。で記事データベースでまず裏を取る。それから東京商工リサーチだとか帝国データバンクも当然見る。それから業界の事情通の人にパイプを持ってますから、何人か持ってなきゃ記者じゃないですからね。その人にさりげなく当てるね。その中でその業界通は、いやちょっとねあれね怪しいわ、あそこの会社ふかしてるとこあるからなとかっていうふうに言われたら、ちょっと待てよっていう気持ちになる。いくつか裏を取る中でウェブサイトは必然なんです。